ていきました。5番の甲斐をまず抑え込んでいきます。5番の甲斐はすんなり下げるか、バックストレッチ誘導員をかわす7番大崎、後方から2番の山口、山口が前を叩いて残り600の鐘、9番の渡辺、そして4番の矢田部とできりました。4番手キープ7番の大崎、7番手に置かれている5番の甲斐、さあ巻き返してきます。5番の甲斐4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、2番の山口も踏んでいるが襲いかかる5番の甲斐、並んできた。ここは山口と甲斐の先行争いになるが、5番の甲斐が前に出られるか、2番の山口も懸命に抵抗する。さあ下なめずりは7番の大崎、一気にまくってくる。7番の大崎のまくりが短くなった前段を一気に捉えていった。後ろは離れている。2番手は2番の山口が追っていく。4コーナーから直線、大崎が先頭、追ってくるのは2番の山口、7番の大崎です。ゴール2着2番の山口、3着